に、ルーノラのそのバンドに入ることができまして、でなんとそこでまたハーマンと再会するわけですね、ルーさんのバンドで。それでまあ最初のツアーがですね、あれ86年の4月ですから、まあ行きました。でまあ何週間かね、ちょうどねハーマンがその時ね2週間くらい遅れたんですね、1週間か2週間ね。で最初はですね、なんとね、あのピアノがカークライトシーがね、カークライトシーが入って、ベースはねクライレンス C、 クライレンス C はねあのビリー・ハーパーなんかそのね後でやってましたけど、カークライトシーはもうデクスター・ゴードンとかね、もういろんな人の素晴らしい人でやってましたけど、で今もうカークライトシーはニューヨークにいなくてヨーロッパにいますけど、まあいいねメンバーでやったんですけど、でこれハーマンの話なので、そのまあもうヨーロッパでこのその時にねやった時のそのすごいいいお話もついでにしちゃいますね。その時にそのジャーマニーのコルンでサブウェイでですね、なんとすごいこう TV ショーで演奏することになるんですね。で何にも知らなかったんですけど、でとにかくバーッと車で迎えに来てもらってバーッとね帰ったら、なんと誰がいたの、アーネット・コム、ジミー・フォード、アルト・サックスね、いるわけですね。で僕らはねルーさんのバンドでこう行ったのにね、いきなりその TV ショーになってて、このバンドでも叩いてくれ弾いてくれってくれて、ハーバーってその時のこのエクストラマニーギャラはどうなってんのかな、でルーさんね、カークライトシーもみんな Hey Lou, what happened on TV show the extra pay なんて、I don't know でルーさんもうとにかく知らないって、いや絶対ギャラはねエクストラマネー出てたと思うんですけど、もうそれがねなんかあやふやになっちゃってですね、なんかこう話がずっと消えちゃってですね、でもう僕らはねなんでそんな ルーさんのバンドもやって、アーネット・コーベンで最後セッションで3セットかなんか、ね、すごい長い仕事で、でもそのギャラもそれのエクストラマネーが出るかどうかわからないですのでね、またそれのねリンクかなんかはね、まあ、後日皆さんにねお伝えしようかなと思うんですけど、で見ていただいたらよくわかるんですけど、みんなブスーっとしてるんですよ、僕もねピアニストもベースプレイヤーも僕もこんな感じでやってますけどね、まあそんなわけでギャラがちゃんとねはっきりしなかったっていうね、僕らも単純ですからね、まあそんなわけで、まあそんなお話があって、まあ、その時の、ね、演奏もまたねアネット・コブがねまあそれは素晴らしい、ね、まあその当時僕はそんなアネット・コブって知らなかったんですよ、だけどそのブワッと一発吹いた時のね音はもう本当にびっくりしましたね、まあ、ルーさんで素晴らしいんですけど、アネット・コブのねあのテナーのサウンドずっとこう来た時のねもううねるような音でね、もうソウルフルでロマンティックでねラブリーでエブリスティングですよね、すごいなと思いました。で松葉杖でねこんなになって、もう本当に音出したらもう本当に彼の人間性っていうかブワッとね表に出て素晴らしいミュージシャンだった。でまあそのねブスッとやったんだけど、まあ、演奏始まったらまあ楽しくてこう、まあ、やってたんだけど、終わったら一言ね彼がね僕に言ってて、ね「ヤングメンサンズグーサンズグー」って言ってくれました。Oh, yes, sir. Thank you very much. なんてね、まあ、それが、最初で、ねまあ、最後、それっきり、その後もう会うことなかったですけどね、はい、で、まあ、それがジャーマリンのね、サブウェイでのその思い出の話でしたけど、まあ、それでハーマンがそれからね、やってきまして、いよいよルード・ランソン、ウィズ・ハーマン・ホスターでこう回るわけなんですけど、まあ、向こうもね、初めて僕とやるわけですから、僕も初めてハーマンとやります。まあ、ハーマンね盲目ですから、まあ、とにかく耳はもう本当すごいもうとにかくねハーマンが入って、もうルーさんはもうハーマン通過ですから、とにかく何をやるなんて何にもコールしない、もうとにかくルーさんがあって来たらもうハーマンガーンで、もうその時思ったんですけど、彼はエニーソングエニーキーエニーテンポです、もう何でもござる、はい、もうルーがパーンと来た、本当に素晴らしい、ものすごいいい経験させてもらいました。もうこっちがちょっとこんなになっててもね、
バーンって来るから、わーっとね。で、ある時にですね、まあ、何日かこう回っててね、でこうミディアムテンポやったり、でバラードやった時にですね、まあ、あの時々なんですけどね、まあ、ルーさんも人間ですからちょっと遅めに出ちゃって、途中からもうちょっと早くしたいとか、バラードなんかね、でちょっと早めに出るんだけどもうちょっと遅くしたいとか、いろいろあるわけです。で僕はまあ見えますからね、でルーさんがこうバーッと、例えばエブリシングハプンツーミーですか、テレレレレレダラダラダラダダラダラダラと、こういう風にねやったりするわけです。そうするとハーマンはダダ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 ダ、こうハーマン来てるんですけど、でルーさんはこうやってやるわけですよね。でテンポがちょっと違う、で僕はどっちでやれいい、でルーさんに合わせるとハーマンが僕にですね、ワッチワッチよく見ろって言うんですよね。気をつけろ、よく見ろって。だけど俺はルーさん見てんだけど、ワッチしてんだけど、なんそんなことがあってね、もうどうしていいかよく分かんないんだよ。でじゃあもうどうするか、そこをですね、うまいことルーさんとハーマンの真ん中ぐらいでこうね、こうやってあげるっていうかね、どの位置でいい位置で叩いて、そうするとお互いにこうね、またこうくっついて、ね、ベースプレーヤーもそうやってついてくるんですよね。だからベースプレーヤーも同じなんですよ。結局ベースプレーヤーもルーさん見てるし、ハーマンがバッチッとこうやって、でどうするかって、やっぱドラマーとね、で僕はベースも見ながらこうやるわけなんです。まあいい位置でこう叩いてやることがね、一番大事なことでね。まあここでね、一つそのちょっとまた余談になるんですけどね、まあそのテンポのこととかっていうのは、まあ、またに しましょうかね、どうしましょうかね、まあそれはね、また今度ドラマーがバンドではどういう感じでタイムを取らなくちゃいけない感じで叩くかっていうのは、まだ後日話します。で今日はそのハーマンとその後ですね、ツアー以外にもニューヨークでやってたっていう話もね、もうハーマン特集しましょうね。でハーマンとはですね、8日のビレッジゲートっていう店がありました。ブリーカーストリートのね、サリバンかトンプソンかあの辺だったと思うんですけど、でそこはですね、テラスがありまして、ちょうど1階にね、本当にニューヨークの、ね、いい雰囲気です。ブリーカーストリートのね、で夏になったら窓が開いてね、 V バーはまだ閉まるんですけども、いい感じでバーがあってテーブルもあって、でそこでピアノがこうやって、でそこでハーマンのトリオで僕よくやったんですね。この時のね、ベースプレーがですね、わざわざ西海岸から来るんですね。なんとセロニアス・モンクにいたラリー・ゲイル、ラリー・ゲイルってすばらしいです。ブーン、テン、カ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 ン、ツプタタン、カン、カンでね、もうそれ聞いてるだけで僕何も言えなくて、チェン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 、こんな感じで、もう本当気持ちよかった。そこでハーマンが、いやー、ガッ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 と来るわけですよ。もうお客様もね、盛り上がっちゃって、いやーなってね、ルーさんなんかもね、時々ね、聞きに来たんじゃないかな、ハーマン、ハーマン、いやいやいやなんてね、いろんなミュージシャンもこう聞きに来たりして、もう最高にね、楽しい、いろんなね、ピアノと、ジュニアマンストリオとかね、いろんな人がやってましたよ、ケニー・ワシントンもなんかね、時々叩いてましたね、いろんなピアノトリオでね、はい、僕もハーマンと何回もやりましたけど、で、そこはですね、ビレッジゲート。そのなんでテラスって言ったかと言いますとね、実はその地下にですね、ものすごい広い、100人から200人ぐらい入る広いね、ステージが、もう大ホールがあるんですね。でそこである夜ですね、僕はドランソンのバンドで出ました。それはトリビュート・チャーリー・パーカーでね、バンドがですね4つも5つも出ましてですね、その中のルードランソンのバンドで僕がまあ出たわけなんですけど、それがね、おそらくね、87、8年ぐらいかな、そのぐらいで、90年前だと思いますね。で出まして、とにかくね、いろんなバンドが出て、最後はねジャムセッションになるんですね。でその時にね、まあ、ベン・ライリーもいましてね、いろんな人、ロン・カーターもいましたよ。で最後僕も叩くことになるんですけど、いやこれセッションになったら僕も叩くのかな、これはこんなメンバーでどうしようかなと思ったら、そうしたらなんとあれですよ、ねえ、もうチャーリー・パーカーっつったら DG ガラスピーでしょ、いたんですね、来てたんですね、スペシャルゲストで。で最後のセッションで僕はね、ロン・カーターとね、パリ・ハリスとねやることになるんですけどね、とにかくフロントがですね、ああ、
かにルーさんでしょ、でディジー・ガレスピー、でジミー・ヒースとかね、フィル・ウッズとかね、なんか来てましたね。もう一人あるとかな、誰か来てましたね。ちょっともうド忘れしましたけど、まあとにかくそうそうたるメンバー、あ、ジェームス・ムーディーかなんか来てたかな、テナーで ね、まあすごいメンバーだと。で、まあこれね、夢のような話、何の曲やったと思います？皆さんご存知のね、チャーリー・パーカーとディジー・ガレスピーがね、ハットハウスやってますよね。それをですね、やったんですね。で、この時に、あれも皆さん見てね、おられると分かるんですけど、チャーリー・パーカーがソロ撮ってる時にね、ディジーがね、横でね、これもね、こう聞いてるのね、お分かりだと思うんですけど、もうもろそれをですね、隣で僕のそばでやってくれるんですね。これもね、もうこれのね、この体の動きと、この、なんていうんですか、もうすごかったですね。なんか、こんなところで僕が届いてていいの？なんてね、感じで、もう本当最高でしたけどね、はい。もうね、こんな経験をね、みんな、日本のね、ドラマ、みんなにね、経験させてあげたかったなと思いますね。もう本当に素晴らしいね、感想だったんですけどね。で、まあそれが、まあ終わりまして、その、まあ本当にいいセッションでね、その後ベン・ライリーが叩いたりもしたのかな、ちょろちょろと変わったりしてね、いい時代でした。本当に80年代僕は本当にね、今でも忘れません。まあそらね、70年代も良かったし、60年代もね、できたら50年代いたかったんですけど、まあそんなまだ生まれてないしね。でも80年代ね、今でも本当に最高にね、どこのドアをオープンしてもチェー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 ストレートアヘッド、スイングが聞こえてきました。今なんかもうね、最近のジャズクラブなんかパッと開けたって、チェーチェーなかなか聞こえてこないです。チェー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 ってこれがね、まあちょっとよくわかんない、何拍子かななんて、もうずっと聞いてても何拍子かわからないような曲やってるね。非常にそれはもう残念なんですけど、80年代本当に良かったですね、はい。まあ、そんなわけでハーマン・フォースターの出会いをね、皆さんにねちょっとお話ししましたけど、まあ余談でいろんなお話もしましたけど、まあなかなかね、ちょっと話するといろんなことを思い出しちゃってね、あれもこれもなんてねなっちゃいましたけど、今日はこの辺でねお別れしたいと思います。それではまたお会いしましょう。タイナカ福祉、ジャズドラマ from ニューヨーク、またお会いしましょうね。 See you soon. Keep on swinging.チャンネル登録、グッドね、よろしくお願いしますね。グッドボタンよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。
ね。